はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネル、プヌシのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。今回はまあまずねこちらからやっていきましょう。最終防衛戦線、難しいと思いますよ。かなり敵の数はまあコメントによると、まあ前後問わずウェーブ数は最大らしいですね。不平って感じです。で、パーティーはこちら。まあ各属性を1体ずつ入れたパーティーで、でまあチルノとゆかり様のねそのコンビでやっていきたいと思います。あと、大妖精はねまあバックの方にいますけども、まあどちらかというと速度ゴリ押しでのこちら、これ、ひまわりの見る夢。こちらでね、HP はまあともかく SP が回復できるんですよ。なので、そちらの方もね、利用するって感じで、まあ入れております。はい。まあどんな感じか見てもいないんでね。とりあえず挑んで、ダメだったら撤退して、次に。てかもう本当その場合はコメント頼りです。まずは、CT 増加で、チルノを増加。OK。で、チルノは、コールドディヴィニティを使いまして、全体技、パーフェクトフリーズを使う。やっぱり火力がな。で、ヤクモの巣を使って、全体のダメージを抑える。で、魅力的な四重結界。でもこれすごいですよね。これ使うだけで相手の CT をさ、ゼロにできちゃうっていうわけですよね。とりあえずスーパーエゴを使いましょう。で、どうしようこれは。こういう系のやつも、禁樹化してきたらあれなんですよね、確か。あれじゃダメだ。あれじゃわかんないな。禁樹化してきたら、炸裂攻撃になるっていうことをね見ました。とりあえず攻撃で倒せるかな。倒せなかったら怖い。倒せてねえし。単体攻撃でいいですか。 OK。 やられたくはなかったっていう感じですけど、うわー早いな。さすがですね。ゼロダメージ、ウォークライで、ゼロダメージ、400、結構火力出てんな、敵も。とりあえず、ここはね、やってもらいましょう。ブランブリーローズガーデン。ナイスプレイ。コメントでもね、あった通り、SP のね、消費が厳しいっていうことで、枯渇するとまずいよっていうことをね、聞かされたんですよ。はい。なんで、ゆかり様とかは基本的に、出番が来て、その状態で SP が足りなかったり、障壁も張れない感じになった瞬間に、ちょっと、さようならってことになります。まあ CT 増加は、チルノちゃんにかけておくべきかな、これは。チルノちゃんはね、自動 SP 回復、まあ、少ないながら持っておりますので、CT 減少、休んだところで多分これ無理ですよね。じゃあ入れ替えましょうか。じゃあここで SP を配る役、いや、こっちか。テンコちゃんに行きましょう。ここは貫通を入れておきましょうか。敵の数がまだ22体残ってるとか信じられないんだけど。速度を下げておくか。いや、自分の速度上げた方がいいですね、これは。OK。で、コールドディヴィニティを一応打っとくだけ打ちましょう。50% 減でもでかいですからね。で、ドッグクラッシャー。耐える。で、まあ、自分の防御を上げて、すごいですよね。100% 上昇ってなかなかですよ。で、天地プレス、行きましょう。で、テンコちゃんもね、一応、まあ、天使さんですけども、天使さんも、一応、あれを持ってるんですよ。自動 SP 回復。まあ微弱ながらって感じですけれども。ですけれどもね、ほんとあるだけででかいですから。まあ、この中で SP が枯渇する
するというか現在してるのが小石ちゃんだけですね。残りはね、まあ減ってはいますけれども耐えてはいますよね。こちらはどうしよう。奥まで届くようにキャッツウォークを打った方がいいかな。キャッツウォーク、おし。で、小石ちゃんは入れ替えましょう。この段階で入れ替えるべきキャラクターは誰でしょうか。まあ、小石ちゃんの代わりだから属性的に同じキャラにしておきましょう。なんかね、後々出てくると怖いですし。よし、これで。あれ、属性が違うやつがやられちゃったよ。チルノちゃんは、この状態だったらグレートクラッシャーは使わなくて良さそうですね。ちょっと敵の体力見ましょう。なるべく SP はね、消費を抑えておきたいんで、攻撃で。ああ、倒せてない。まあ、貫通攻撃でいいでしょう。OK。バーアメーバー。なんかすごいな、名前が。うおー、ひまわりの見る夢、ほんとすごいですよね。HP、SP 回復、&能力回、減少全回復。とりあえず防御を下げましょう。全員の防御速度を下げて、で、全員の、まあ、HP はともかくとして、SP も回復させておきまして、リレー1なんでね、結構打てますね。で、全体攻撃からの、占有娯楽の剣でいいのかな、これの名前。うわー、なんで、個体差あるな。で、コールドディビニティを打ちましょう。で、コールドディビニティを打って、ダイヤモンドブリザード、重列攻撃行きましょう。で、倒しまして、おー、コアクリオ復活ですし、ギリギリ打てましたね。打った後の方が SP が回復するとはこれいかにという。で、ミストルドガーデン。おー。問題はね、そこまで、大妖精ちゃんは、硬くないんですよ。ちょっと柔らかいのがね、問題ですよね。スーパーチャージ。赤鬼はね、チャージ系の攻撃が痛い。痛すぎるでしょう。だって、コールドディビニティかけてこれですよ。あら？あ、そっか。チルノちゃんのやつが2回入ったんだ。うわ、大妖精死んじゃったよ。じゃあ、サポート役としてゆかり様を入れましょう。パーフェクトフリーズ。よし。速度をね、下げられるのもでかいですよね。で、CT を下げるために、行きましょう。まあ、SP 回復ね、味方側のやつができただけでもでかいと考えて、まあ、死んじゃったのは、惜しいものをなくしました的な感じで。まあ、しょうがないというしかないですよね、こちらは。で、魅力的な始終結界。一体倒しましたね。んで、全体攻撃がもったいないので、まあ、全体攻撃はもったいないんで、重列。死んでくれますね。よかったよかった。よし、あと一体。強そう。全体的にボス級っぽいキャラクターが出てきましたね。じゃあ、一体ずつ減らす作戦でグレートクラッシャー行きましょう。オッケー。で、コアクリオ復活摂取を打ちましょう。オッケー、水属性のキャラクターだけかな。ちょっと、耐えてますね。まあ、HP の減りがしょうがないっていうのもありますけど。うわぁ、ゼロダメージでっかいな。本当にこれ強いな。で、防御を上げて、天使さんはね、なかなか死なないですよね。防御上げますし、もともと防御高いですし。で、障壁を打って、で、入れ替えましょう。小石ちゃんはまだ無理か。じゃあ、一応ね、霊戦。霊戦はね、属性的に万能にできるので入れておきました。休ませるしかないか、これは。で、攻撃を上昇させて、どうしましょう、これ。綺麗にキャッツウォーク入りますけどね。他のキャラクターのやつ見ましょう。他のキャラクターの TP 見る限り、大丈夫そうかな。なら、キャッツウォーク、行きましょう。強い。さすが一応弱点攻撃をね、やると、攻撃が 10% くらい上がるようにスキル振ってるだけありますね。これは余裕の勝利です。ありがとうございます。ディスカーダー。ポーンと、アークキマイラを倒して、クリア。ふぅ。
とりあえずクリアですね。エリア9が解放されました。うわ、今回これ一戦で終わっちゃったよ。結構グダグダな感じもしましたけど。うわー、エリア9の名前、異相結、タイトル回収。うわ、強そう。っていうかもうなんか地形が地形じゃない、地じゃないじゃん。どうしましょう。一応ね、ここをやる予定でいたんですけど、いけますかね。行きましょう。地獄の食い倒れカイドウ、行きましょう。突っ込みます。さて、属性的に、まあ、負けるのも含めてですよ。負けるのは正直予想済みです。するなって話ですけども、まあ初見ではね、もうとりあえず負けてもいいや精神で行くのがね、どうせあれも減らないんで、あれって何でしたっけ、霊力減らないんで、もうそんな感覚で行っちゃってますけども、フォーオブアカウントで貯めます。貯めて、でそして誰もいなくなるか、やっぱりいい火力ですよね。で、全体の攻撃速度を減少させて、片方モコウさんなんかステイだな。で、とりあえず全体攻撃で CT を削って、能力減少を回復させて、あれ？あれ？なんで今の二人は、なんでダメージ食らったんだ？今のはちょっとわかんないぞ。なんでダメージ食らった？一応 0% の障壁貼っておきましたよね。あれ？貼ってない？あ、違う方貼ってる。神隠しの方貼ってるんだ。あれ、神隠しもそうじゃなかったっけ？あー、もう訳わかんなくなってきたな。そうだ、神隠しの方は CT を増やす方だ。で、ヤクモの巣を張ってなかったんだ。そっかそっか。ならしょうがないな。うん。プレイミスじゃん、単純な。まあ、ダメージは減りますし、いいと考えましょう。うわぁ、でもな、TP。うわぁ、TP 上げてきますね。まあ、でも、いなくなってもらいましょう。3人にご退場願いました。ということで、まあ、あとはね、グレートクラッシャーを打って、弱体効果防ぐのでかいなぁ。CT 増加だけかけて、フランちゃんも、なんか死ぬ感じで特攻させますし、で、ゆかり様を交代で、裏の方に、控えさせてる新緑さんに交代いたしましょう。で、オプティカルカモフラージュを打ちましょう。OK。いい感じですね。で、うわ、誰もいなくなるかが使えないのか。じゃあ、防御だけ、クランベリートラップで減らしておきましょう。弱体効果防がれたよ。弱体効果防ぐの多いですね、モコウさん。で、まあ、発症心将来で上げておきながら、全体攻撃。まあ、全体はないんですけども、これで勝利です。ふう。おー、ゴールドエッグが30個。これはでっかい。はい、ということでね、今回はここまでといたしましょう。まあ、今回はね、エリア9まで行けるようになったんで、まあ、エリア8の強敵を全部消化してからエリア9に行きたいと思います。まあ、エリア9ですからね、敵の HP も、HP じゃん、敵のレベルもね、41。なかなか高くなってまいりました。はい、ではね、次回はこちらのやつを消費しつつ、できたら行きましょうって感じですね。まあ、行くのはあと3回、2回か3回後ぐらいですかね。では、今回はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。